北原昇は長野県出身のプロ野球選手。ポジションは二塁種、遊撃種。松本商業在学中は甲子園に2回出場。1933年春の大会では遊撃種として出場し、優秀選手賞を獲得。立教大学進学後も強打者として鳴らし、山本和人のライバルとして有名だった。立大卒業後は、 ノンプロの台湾実業団を経て、1941年に南海軍に入団。南海入団後も打棒は衰えず、長打力のある打者として活躍。入団年の1941年こそ、国久正一や猪子敏夫の控えに甘んじたが、シーズン終盤の10月から14試合に出場し、打率333をマーク。戦争による用具の悪化により、 この年のリーグ全体の打率が201、特に南海は頻打線として知られ、チーム打率が195しかなかったことを考えると驚異的な成績だったことがわかる。翌1942年に国久が左翼手、猪野子が遊撃手に回ったことにより、二類種のレギュラーを獲得。4番を打っていた岩本義幸の前を打つ3番打者として勝負強い打撃で、 チームに貢献した。特に選球眼に優れており、死球が三振より圧倒的に多かった。また、狩田久則以来の名にいる種として評価された守備の名手でもあった。しかし、実は南海入団前に結核を患っていた。そのため、マスクをつけて球場入りすることもあったという。1942年8月5日の朝日戦を最後に、 プロ野球出場は途絶え、その後王将。戦地で持病の結核を悪化させ、千病死した。20代中盤の短い生涯だった。東京ドーム敷地内にある鎮魂の石踏みに彼の名前が刻まれている。ありがとうございます。